はい、速稼塾の久保でございます。特別定額給付金10万円全国民に給付に加えてですね、企業向けに、そして個人事業主向けに、あの例のね、定額給付金っていうのが、持続化給付金ですか、持続化給付金っていうのが支給されるんではないかなということで、憶測を呼んでるんですけども、まあ今回はですね、ラジオの方でその件の放送がありましたので、ちょっと紹介させていただきます。記事の方やっていきますね。日本放送の OK コージーアップっていう番組があるんですか、にジャーナリストの有森薫氏が出演して、電話ゲストに経済アナリストの森永康平さんがいらっしゃったと。その中で話されていたことですけども、4月から6月期の GDP が前の3ヶ月と比べてマイナス 7.8% から想定範囲内の数字だということで、まあいろいろとね、経済状況悪いですよっていうふうな一面に書かれています。これリンクを貼っときますので読んでいただければと思いますけども、記事はね、3面にわたって書かれているんですよ。で、内閣府の7から9月期のポジティブな見通しは甘いということで、指摘されていまして、最後にね、書いてあるんですよね。だからこれは一アナリストの見解ではありますけども、私たちも十分納得させるところでもありますし、それからね、これが菅ノミクスというね、菅政権に届けば何らかの動きがあるんではないかなと思います。見出しの方では、さらに個人には定額給付金、法人には持続化給付金も合わせて行うべきということで、私ね、当初持続化給付金というのは何回かに分けて行われるのかなと思ったんですが、まだ10兆円のね、予備予算もありますから、ね、予備費もありますからね、こちらの方まだね、1兆円、2兆円と追加していただいても全然問題ないのかなとは思うんですよ。まさにね、MMT の理論ではないんですけども、国債はいくら発行しても基本的には問題がありません。ただインフレ率を制御されないといけないところで、今、超デフレが長く続いてますから、このデフレをね、解消するためにも多少のインフレを目指してもいいのかなと思います。で、逆にですね、インフレ率が 1%、2% になるのはどのぐらいのことかというと、多分ね、毎月のように定額特別給付金を毎月全国民に10万円を配って3年ぐらい経たないと、なかなかね、このデフレがインフレの方向に 1%、2% といえども向かわないというふうな、ね、試算が出ているそうです。ここにこうありますよね、そうですね、ここですね、消費税減税はマストであり、個人に対しては定額給付金、そして法人に対しては持続化給付金、このような現金給付も合わせてやらないとかなり厳しいだろうと考えておりますと。で、飯田さんもね、補正予算を組むなりして早急に対策を打たないとすぐにはなかなか効かないと。そうなんですよ、経済対策っていうのは今打ったから明日効くってもんではなくて、やっぱりね、半年とか待たないとなかなかじわ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 と浸透していかないもんなんですよね。例えば今ね、現金がポンと10万円とか30万渡されたとするじゃないですか、あなたの懐にですよ。で、明日使いますかってことなんですよ。明日は使わないですよね。だから1週間ぐらい何に使おうか考えて、2週間ぐらい寝かして、まあ3週間目とか4ヶ月あ1ヶ月目とかにやっとちょろちょろ使い始めるところなのかなと思うんですよ。もちろんその前にね、税金の請求書が来たらそっちの方払っちゃうんですけどね。だから支給されても税金で払っちゃうんだったら、あんまりね、経済効果は及ぶべきではないかと思うんですよ。で、マイナスがゼロになるだけですからね。まあ、ですんで、定額給付金を配って、まあ、税金の問題も解消してもらうと。で、その上でね、本当に個人消費になるまで、例えばね、テレビを買い替えたいとか、冷蔵庫のこの機械にとか、ちょっと旅行に行ってみようかなと。定額給付金もらったんで、その10万円で、GoTo トラベルキャンペーン使ってみようかなっていう風な形で、二重三重に経済効果を生むと思うんですよね。そのためにはもうちょっと時間かかるかなと思います。まあ旅行に行くにしてもね、明日急に行けるわけではないですから、計画を立てて、それからそこの部屋を取ったりとかね、いろいろ選んだりとか、スケジュール調整して一緒に行く人を決めたりとか、様々あると思いますんでね。だから経済対策っていうのは、今日始めたから明日効くもんではないと。その代わりですね、悪くなる分にはすぐ効くんですよ。悪くなる分にはね。だから休校要請したらいきなり休校で、もう給食業者さんが対応できなくてね、潰れちゃったみたいなこともありましたよね。だからそういうことなんで、やっぱりお金をね、我々国民いただいたからって言ってすぐ使えない。でも、むしられるときはすぐにもうね、ダメージを食らうという、そういうね、皮肉な非対称性がありますんでね、この辺を考えて、菅官房長官じゃない、菅新総理にはね、国民の暮らしを救うことをまず考えていただきたいかなと思います。確かにね、官邸にいると周りはお金持ちばっかりなんで、お金に困った人って見かけることはないと思いますけども、我々の暮らしはですね、常に月末の支払いとの戦いでございますんで、ですんでね、そういうところに目を向けていただいて、まあいちご農家さんもね、いろいろとありますんで、そちらの方もちょっと勘案していただければなと思います。それではいってらっしゃい。